はい、こんばんは。今日はですね、鳩山元首相が日韓の徴用工問題を解決済みとする安倍政権に対しまして、それは常識ではないと発言したニュースについてお伝えします。まずはニュースから見てまいります。デイリースポーツです。鳩山元首相、日韓の徴用工問題を解決済みとする安倍政権に常識ではない。鳩山幸男元首相が24日未明ツイッターを更新、悪化する日韓関係の大きな要因の一つとなっている徴用工訴訟問題を受け、徴用工への補償に関しては1965年の日韓請求権協定で解決済みとする安倍政権に対し、国際常識ではないとする見解を投稿した。鳩山氏は宇都宮健二氏、この方は大変偉い弁護士先生ですよね。宇都宮先生が徴用工問題の本質について述べている。現在の国際人権法の考え方は、個人の損害賠償権を国家間の協定や条約により消滅させることはできないが常識とのことだとツイート。日本弁護士連合会元会長である宇都宮氏が月刊誌に寄稿した論文を引用して徴用工問題の本質について説明した。その上で鳩山氏は、安倍首相が個人の請求権問題は日韓基本条約で解決済みと述べているのは常識ではないのだ、日本政府よ国際常識に戻れと安倍政権に対して国際人権法の見地から苦言を呈した。で、鳩山さんは、国際法と日韓請求権協定の取り決めを誤解なさっているようなので、ご説明しますと、鳩山さんのおっしゃるように、確かに個人の請求権は消滅してません。ただ訴権がありません。これは日韓請求権協定にちゃんと定められています。で、以前にも僕はこういうことを他のビデオで申し上げてるんですけれども、ちょっと日韓請求権協定の原文をご紹介しますと、第2条、両国は請求権問題が完全かつ最終的に解決されたこととなることを確認する。で、第2条で、このいろいろ書かれてるんですけど、この第2条の3が非常に重要です。2の規定に従うことを条件として、一方の締約国及びその国民の財産、権利及び利益であって、この協定の署名の日に他方の締約国の管轄のもとにあるものに対する措置並びに、一方の締約国及びその国民の他方の締約国及びその国民に対する全ての請求権であって、同日以前に生じた自由に基づくものに関してはいかなる主張もすることができないものとする。つまりですね、いかなる主張もすることができないっていうのは、つまり訴権がないということです。請求権はあるが訴権がないのです。訴えても救済されないことが日韓請求権協定で、日韓合意のもと国際条約として明確に確認され締結されています。つまり鳩山さんは請求権と訴権を混同してご理解なさってるんじゃないかと思います。くどいようですが、繰り返しますが、個人の請求権はあっても訴権がなく、たとえ訴えても救済されないということです。で、そしてもっと言えば、当時日本はですね、1965年この請求権協定を結んだ時にですね、徴用工と言われる方々などへの個人保障を韓国に申し出ましたが、それを韓国が断りました。断ったっていうか、韓国政府への支払いを日本に求めたわけです。つまり個人への保障は韓国政府がするということでした。ですので、ポイントは2つです。1965年日韓請求権協定締結時ですね、韓国は個人への保障を韓国政府が行うことを明言し約束しました。2つ目は、徴用工と呼ばれる方々の個人の請求権はありますけれども、訴権がないということです。いかなる主張もすることができないということです。で、これを明確に日韓請求権協定では締結しています。で、とても重要なことは、これらがですね、国際的に合法な手続きであることを日韓両国が認め締結したことです。つまり日本政府は一貫してですね、国際常識のもと国際条約という約束を遵守する姿勢をとっているのです。鳩山さんの論理では、日韓請求権協定という国際条約、
約束を破ることが国際常識ということになってしまいます。でそうではありません。国際条約という約束を守ることが国際常識なわけです。で鳩山さんのこの理論で物事を考えてしまうと、例えば鳩山政権が政権交代時にですね、国民と交わしたマニフェストという約束がありましたが、あれをすべて破ったことは政治家としての常識だという論理にもつながってしまいます。でそれは大変危険な考えだと僕は思います。我々日本人はですね、約束を守る誇り高き民族です。で思い出しましたけれども、鳩山政権がですね、国民と約束したマニフェスト、高速道路の無料化、ヤンバダム問題、消費税増税阻止、最低でも県外、沖縄基地問題などありましたけど、あれらは全て失敗しましたね。ですので鳩山さんには日韓問題、国際常識などをですね言及していただく前にですね、旧民主党政権のマニフェスト不履行に対する十分納得いく説明をですね、日本国民にしていただきたくお願い申し上げます。ありがとうございました。